皆さんこんこにちは西安防災部ですすいいいつもごご視聴いただきありがとうございますみんな待ってる三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします12月19日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると朝8時の時点で水位は1 7 1 2 7ルとなっていますおとついと比べて1 0ンチほどの低下です西安チャンネルですダムデータによると三峡ダムでは1 7 1ル台の半ばをキープしています流入量の方は相変わらず低い水準ですついに放流量の微調整を諦めて終日一定の放流にしたようです回転休業状態ですね 三峡ダムの上流に位置する寸丹観測所のデータを見てみますこちらも流入量は低い状態ですもう波平くらいしか目立つものはありません昨日の夜9時の時点で見ると上流の観測所での流入は毎秒5470立方メートル三峡ダムは毎秒6100立方メートルです このため、ダムの直近と南の川からの流入の合計は、毎秒630立方メートルと推測されます。上流の観測所からの流入は少し増え、直近と南の川からの流入の合計は減少しています。ちなみに、上流に位置するバイフタンダム。今年の6月から運用を開始していますが、通常は使われないはずの非常用洪水波器から、波々と水が流れていたという情報もあります。 12月現在、16あるタービンのうち、6機が正式運用に入っているようで、来年の7月には16機すべてのタービンが稼働する予定です。西安チャンネルです。今年の夏、三峡ダムではフル発電となり、その時の放流量は毎秒3万立方メートルでした。 昨日の夜9時の放流量を見ると、毎秒6750立方メートルとなっています。このため、20%ちょっとの発電状況ではないかと推測されます。視聴者さんからもコメントいただいたのですが、一時期のように電力不足の話題も出なくなり、需給のバランスは取れているんですかね。やはり、再開したオーストラリア産の石炭が、回りだしたから、おっと。 ダムの貯水側で見ると、水位はこのあたりではないかと思われます。西安チャンネル防災部調べによると、三峡ダムでカバーする範囲は赤枠のあたりと見ています。ウィンディーで雨雲の様子を確認します。うっすらと雲は出るものの、向こう一週間までまとまった雨はなさそうです。週明けの月曜になると、南の方から赤い雲が現れ、雲の流れを見ると、香港。 そして台湾を直撃しそうな進路予想です台風22号がやってくる模様です一時猛烈な勢力まで発達してフィリピンで被害が出ているようです日本列島では日本海側で山陰から北陸東北にかけて雨雲がちらほら見えますそして先ほどの台風が台湾を抜けた後一旦消えそうなのですがその後が心配です湿った空気を含んでいるからでしょうか その後、北上して、日本で雨が降りそうな予想となっています。日本に関する気象情報について、あまり、予報めいたことを言うと、NG なようなので、あくまでも可能性の話ということでよろしくお願いします。さて、先ほど流した映像ですが、実は、昨日18日、うちのベランダから撮影したものです。大阪湾の方向を向いています。風がほとんどない冬、年に一度か二度ほど、こういう低い雲が見れます。 これだけ見ると高い山の上からの撮影に見えますが実は標高2 0ルほどの高さから撮っています朝日が画面左から当たり雲のコントラストが綺麗ですよね iPhone13Pro 恐るべし長江のスナメリが絶滅の危機にあるそうです 三峡ダムではいくつかの役割と同時にたくさんの問題が指摘されていますその中には生態系への影響もありそのうちの一つにスナメリがありますダム建設が直接関係しているかどうかは不明ですが長江に生息するスナメリの数が激減イルカの一種だそうで絶滅の危機にあるというニュースが流れていました個体数が1000ほどしか確認されておらずパンダと同じレベルの保護対象になっているようです スナメリ自体は世界にいますが中国の場合淡水で生息しているのが特徴すでにヨースコウイルカは絶滅したと言われ次はスナメリかもしれませんチョウザメの一種カラチョウザメも減っていることから三峡ダムの近くで稚魚から育てて大量に放流したというニュースを思い出しました今度の話はイルカですからどうやって個体数を維持するのかは分かりません 2021年1月からは、超高での漁を10年間禁止した中国ですが、その効果が出るのはいつのことになるんでしょうね。三峡ダムでは水力発電をしていますが、発電用のタービンはカナダから輸送されたということをご存知でしょうか。 三峡ダムの建設は3つの段階に分かれており、初期段階では外国資本が中心になって作られています。発電設備も含まれています。丸印のところに、それぞれ14基、12基、そして8基のタービンが設置されています。画面右の14基のタービンはアメリカの GE、つまりゼネラルエレクトリック社製になります。福島第一原発も確か GE 製だったかと。 北米で製造されてカナダのモントリオール港から船で輸送されたそうです6週間ほどかけて上海へ送りそこから長江を伝って三峡地区まで輸送されましたカナダからやってきたということでしょうかラブレターではなかったようです三峡ダムのプチ情報を動画5本にまとめてみましたダムの基本的な情報から細かすぎて伝わらない情報まで触れていますよろしければご覧ください 最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いですこっそりメンバーシップも始めてみましたそれでは次の動画でまた。